はいどうも、最近タコアサにハマってる男ミストです。はい、本日はですねアスレテス高校ヤスサクセスでやっていきたいと思います。今回のデッキはこちら、寺道智恵聖火ブラック彦星国樹暁進むということで、5条件のミート106新電光石火ストライク送球至高の外野手デッキとなっております。で、今回のキーマンはやはりこちら暁進むということでね、覚醒してかなり強くなりましたね。得意練習率アップが最大 20%、 ミート上限アップが最大4付与されるということで、大規守備練習も相まってアスレテス適性はかなり高いんじゃないかなと思っております。早速使用して検証していきたいと思います。で、アイテムが招きカロバーで、初期値こんな感じ、盆栽でやっていきましょう。ブラックいいね。ブラックのコツはかなり強いんで踏んでいきましょう。で、初期評価も低いからね、はい、コツはくれませんと。国樹とブラックの初期評価が低いのを除いて他は割と高いので、まあその2人をね重点的に上げていきたいと思います。で、初期配置がこんな感じ。サッカーが最初から来てるんで、ここに寺道がいてくれたら美味しいのですが、どうでしょう。おっ、アップがついてるっていうことは OK、 でかいね。ここも強いんですけど、サッカー取っていきましょう。このもう移動させずして、これを上げることができるのはねでかいですね。さあ、もう次も肩練習なんで、寺道の得意練習率アップが働けばってとこですけど、働いていく、お前有能かよで、こっちも強いっていうね。なんかこっちの方が良くないかな。彼女もいて体操競技も悪くないですからね。寺道は有能すぎたな。今回こっちで行こうか。まあもうサッカーはほとんど上げれてるんで、誰かしらいればもう潰せるでしょう。で、国樹が早い。さて、入れ替えをどこで使っていくかだよな。うわ、強っ。待って、使わずして強いんだけど。どういうこと？どういうことだってばよ。え、こういう時どうすんのマジで。使わなくても強えな。そう、ちょうどね、スケートボードが、スケートボードが美味しいとこに来たら変えようと思ってたんですけど、マネージャーいるっていうね。そうなったらどうすっかな。スポーツクライミング寄せとく？スポーツクライミング寄せとこうか。どんな入れ替え？こんな贅沢な入れ替えないぞ。はい。スポーツクライミングは次、精神に来るように入れ替えしていきましょう。で、ここはスケートボールを踏んでいきます。さあ、回復して、メンタル練習ってのがやっぱ強いっすね。嵐の力もう10。で、そうだ、基礎値上げるの忘れてた。まあ、守備から重点的に上げていきましょう。結局寺道を通せないと外野手育成はね終わってしまいますからね。あー、ボクシングも強いな。ただこれはもう移動させてスケートボールを潰しちゃいましょうか。いやー、でもボクシング強いな。ボクシング強いんだよね。ボクシング金メダルにしておくと本当に精神ポイントの入りが全然変わってくるんで、これこのまま行こうかな。ちょっとね、サッカーとかがゴテゴテになっちゃいました、なってますけど、これはちょっとさすがに強かったね。で、次は生前、次打撃練習でサッカーを抑えよう。ちょっとその体力消費はいただけないな。有能かよ、素晴らしいね。上げるとこなし。まあ、カロリーバーもあるんでね、今回は盆栽でも攻めた立ち回りをしていきたいと思います。厳しくしましょう。んで、いや強いんだけど、今回練習強いな。これもカロリーバー使っちゃおうぜ。ブラックびっくりも美味しいしね。入れ替えもまだ残してる。入れ替え普通から残んないんだけどな。序盤ね、本当にサッカーとスケートボード、そしてスポーツクライミング上げるのに必死なはずなんですけど、今回マジで運がいいですね。4でタック来る、4でタック来たか。いやー、でもさすがにスケートボードかな。そうだね、ちょっとイーセク1は我慢がいいと思うんだけど、どうしよっかな。
いや目先の経験点取られるな、ここは我慢でいこう。メンタルスケボーで変えます。しっかりと進むの評価も上げていこう。ちょっとでも総力上げて OK ですね。で次スケートボールを潰していきたい。スポクラも美味しかったら潰したいですね。阿部ヒ諦めるな、告白来てほしいんですけどね。さあどうでしょう、テニスか。まあここはスケートボール取っちゃおうかな。で次マネージャーがいたらあれだね、あそこスポクラとどっかを変えていきたい。 OK 告白ありがとう。急からの角は帰らせます。回復しましょう。マネージャー来い。 OK 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 OK、 ここスポクラですね。セクイチでこの必須の3つ、必須レベルのやつ3つ押されるのはかなり熱いよ。 OK OK、 これは熱い。今後に期待ですね。セクに期待を持てる内容。告白も来てる。ブラックが走る。巴速いな。まあ寺道が暴走しないよりかはね、全然マシですね。打撃タック、まあ、もはやもう評価上げでいいんだよな。こうなっちゃったら国樹の評価上げるか、柔道のゲージを伸ばすか。まあこんな練習行くよりこっちっすね。トレアシストと阿部ヒも取っちゃおうかな。本当は潰したくないんですけどね、序盤は。で行っちゃおう。ホームシュ、渋いな。国樹が2回目、ちょっと回復イベントの噛み合いがよろしくないですけど、ブラックの評価上げのために踏むのはありだな。そうだね、ここはここでいいか、今回は。よし、なかなかいいセクイチでしたね。よし、経験で1500点とまあまあでしょう。さあここから爆上げしてまいりましょう。9回のゾーンは気分転換で、普通に強いな。普通に強い。陸上競技、陸上競技が一応国樹のあれなんで、ここも潰せたらね、体力差レッジ12伸びるんでね、まあ、美味しいかなと思います。さあ回復、ブラック早いね。さあここ電光石火かなりチャレンジお願いします。 I No ブラック OK、 かなり濃い。あ少しか、パッと見少しだったな。少しかな。まあまあまあ成功しただけよしですね。強いな。陸上競技取れる。いやーここ強いな。また次3人もできるしね。でフェンシングがミートか、これミートあげればいけそうだね。あいけない、 D にすればいけるかな。オッケー、中回復も合わさる。よし、こんな感じで基礎値上げて行ってみようか。どう、体力消費どんな感じだろう。まあ OK ですね。回復もある、回復もある。 OK 進むが終わっていく。さあ3でタック来てるが総力は弱いな。あ体操競技が取れる、体操競技取れるのは美味しいね。そうだね、ここも取っちゃっていいね。自然回復は大正義で、まあ2なんで次もちょっとあれですね、どっか銀メダルのやつを変えようかな。さあ国樹が少しか、
今回はあれだね、ブラックも酷暑も少しだったね。うおー、そういう感じ。これ陸上競技あるから、これワンチャンさ、変え、酷暑とこ変えちゃっていいよね。2、技術不要、技術不要、技術便所不要、どっちも悪くねえな。陸上競技が便所レベル3なんで、技術多分余りがちだと思うんだよね。あ、もうすでに結構余りそうなんで、体操競技と陸上競技変えます。でこれで陸上競技が潰せれば美味しい、狙い通りいい感じっすね。いい感じに来ております。 OK、 これで体操競技陸上競技でね、もう序盤に欲しいあれも抑えれましたね。かなりいいセク1セク1セク2、よしで4でタックも来てる。打撃 OKOK、 精神取れるね。ボクシングまでいい、ボクシングまでかかってる。2、3、4、うん、いいっすね。変えちゃおっかな。体力量的にも変えちゃっていい気がするんだよな。で筋力が若干欲しいんで、レスリング、レスリング今回は全然上げれてないか。まあ巴もいるんで上げちゃおっかな。よし、もう攻めの姿勢でいきます。やっぱこの3箇所付与された方がね、パッと見強く見えますからね。技術がちょっと溢れるの怖い。でそうだ、ストライク送球もケアしていきたい。今5個か、もうちょいだな。コツは来てない。うーん、これで大丈夫かな。 OK、回復も入るが、これは消費量えぐいだろうな。うん、お、回復いいね、素晴らしい。寺道来たか。毎回お前を通すためだけにね、動画の撮り直しとかあるからね。いや待って、普通に強いな。3でも普通に強いな。ラグビー効いてるね。これはちょっと行こうかな。クリスマス前ってのもありますし、入れ替えしちゃってる中であれは結構強いな。よし、ソル守備 S2 はできた。怪我取ろうと思ったけど、怪我取った方がいいかな。2だし怪我取っとこうか。これでいこう。 OK、 この A で止めたことによって寺道ミスったら笑うけどね。やめろ、うわー、くっそ、サボり癖はやめてくれよ。ただこれはちょうどお直しタイムか。サボり癖直しタイムっぽいな。これ直すしかねえな。いや、クリスマスがあるから無理してあげなくていいや。もったいないけど通院だな。一発で来いよ、積も。 OK、 積もって成果がいる、うん、91。塗装直撮りも見えてきたな。まだ大丈夫だけどね。巴のコツ、阿部ヒーはもう取ってるんだよね。チャンス降格欲しいね。頼まい。 OK、 でここで体力マックス、でかすぎ。さあ来い、小吉か、まあいいでしょう。さあ4でタック、打撃、走塁か。まあ打撃で、今回はノーチェンで良さそうかな。そうだね、ノーチェンで良さそうだね。
ストスを取っちゃおうかな。いや取っちゃおう。ちょっと被るのがそろそろ怖いんでね、今のうち取っときます。で取っちゃったら何もあげれないんで行こう。さあパワーヒとかいかがでしょう。アウトコースでした。さあこっからまた成果を追い求めていきたいが、悪くないな。卓球さんか、デートでいっかな。一旦ね、一旦デートでいい気がします。で次上げて入れ替えてドンですね。うわバッドイベントばっか来る。成果頼む。 OK いるけど3か、まあいいでしょう。これラブパーつけたいね、やる気を取り戻したい。そんな年頃です。お願いします。 OK ありがとう。よしこれならいける。ラブパテラ道行け。 OK 今のは鮮やかですね。かなりもきました。で入れ替えていきたいが、総力か。次4になる、4にするか総力。なんか好きなもの持ってきて4にできるんだよね。ボクシング4はありかな。あボクシング潰して、あでもそっか、ジョイテル3か。悩むねーこれ。なんか潰しておくのはありな気がするけどね。悩ましいな。軽減で取ろっかな単純に。ここね、こういう時悩ますよね。ちょうど今ね、敏捷系が来てるんだよね。これどかす、あーでもそっか。これどかしてラグビー行こうかな。難しい。ラブパ回復もある。116、101、上がって200くらいか。いやここは育てるでいこう。うん冷静になった。今冷静になったわ。こんだけ上がるでしょう。金のやつ金にしようかな。まあ3だからボクシング行っちゃってもいいんすけどね。行っちゃおうか。柔道でもよき。ボクシングはそろそろ来るんで柔道にしようかな。オッケー。未来への投資や。で筋力ポイントをもらっていく。オッケー。体力も素晴らしい。経験点は5400点とまあまあかな。うん、こっから1万点超えられたらかなりいい展開かなと思います。最高。このイベントは切れるんですが、今回招き猫があるので進行させちゃっていいかな。結構イベント走ってますよね。ガンガン走ってるんでこれも切らないで、まあ体力消費で経験点取る方、バレンタインも近いんでだったらでいきましょう。まああの招き猫ない時は基本的にダメだで回復取ってイベント切った方がいいと思います。あー読んでタクコねえか。狙ってたんですけどね。ただレスリングともえ、レスリングともえは言っとこうかな。今日初のスルーかな。これが続くと本当ね点出なくなるからね。広角取ってチャンスコツ狙い。よしチャンスナイス。さあレベルを上げていきたい。うーんないかないけどここ強いな。ボクシングが絡まって強いですね。
ラブパもあるし行っとこうかな。ボクシングもワンチャン近づくね。精神ポイント、敏捷ポイントをいかにして稼いでいくかが大事ですからね。これ精神取ります。あ、これ違うかいろんなイベントがごっちゃになってんだよな。聖火さん、聖火さん射撃か。まあ、入れ替え残してるからここは行っとこうかな。でパワー上限がないのでパワーに関しては無理しなくて OK。 精神も全然ないな。うん、っていう面においては射撃を上げておくのは大事だと思うんだよね。よっ、練習部イベント来ないか。まあ体力あるんで上でタックも来ないと。結局来ないがゴリできるで、いっぱいいますね。ここもまた好きなものを金メダルにしていく権利はあるな。ボクシングでもいいんだけど射撃でいっかな。射撃で取っておこうかな。ラグビーでもいいな。進みたっけ、いないか。なるほど、難しいな。射撃でいっか。うん、射撃でいいや。よし、精神ポイントは美味しいですね。金メダルは7個。そろそろ電光石火もケアしなきゃね。でこの次5にしたからね。上りるとともにラウパーも来て、タックも来い。よし、どこだ。あ、走塁強いけど、ああ、走塁以外が良かったな。このデッキね、もう走塁以外ね、本当に練習適性バッチリなんで、まあでも敏捷ポイント稼げるからいっか。2、3、4、お、配置的、配置が素晴らしい。配置素晴らしいね。OK、OK、OK。それならいいや。で、巴もいるんで、レスリングかな。筋力ポイントもついでに稼いでしまいましょう。っていうのがいいのか、さらに敏捷か。敏捷追い打ちしてもいいな。あー、これかな。筋力は多分余るもんね。金メダル陸上競技がいい気がしてきた。うん、そうしよう。敏捷大爆発、オッケー、767。ここで一気に取っていこう。まあこれで電光石火最悪もう取っちゃっていいかな。天才覚醒用にちょっと上げます。よし、アウトコースも取ろうかな。何これ、あ、でもそっか、取れねえんだ。相性悪、進むと告示相性悪かったわ。こういう意味でやられたな。はあ、これはでかい、これはでかい。オーバーヒもくれた、ありがとう。うん、ゲームショーで来ないか。これデートっぽい。ああ、そういうさ、迷わせないでほしいよね。いやー、この走塁はでかいよ。この敏捷ポイント一気に稼げたのはでかい。うん、デートがあと4回。冷静にデートだね。OK。呼び込みからの
なるほど。体力めっちゃあるんだよね。ラグビー取ったら8個か。際どくなってきたな。デートに行っかな、ここも。デートか、ここ3なんで、ここ行くからな。うん、ラグビーは正直今あんまり、あれなので。ここかな。よし。スカウトの評価も上げて。タック来るが、なかなか強いですね。まあ、交換はおっしゃってるのか。スライドさせようか。天候成果取っておこう。あ、取れないか。精神が若干足りない。大丈夫だよね。 OK。なんか前のターンデートでも良かった気がするね。うーん、今度こそ、うん、なかなか強いんですが、デート行っとかないとちょっと怖くなってきたね。ふう、どうなんだろうな。ここ4か。まあ行くよね。ラブパーください。くれない。うん、あ、これが精神か。さあ来い。オッケー。どこら、うお、めっちゃ光ってる。いやー、この352は神か。この352は神だな。これボクシングも近くにある感じあるね。いやー、金メダル最高。オッケー、もう精神だよね見た感じ。あ、技術も欲しいけど、まあ精神だな。こいつと卓球変えるのもあり。卓球で技術取るのもありだね。それにしよっかな。今のところはね、ゆくゆくは絶対精神足りなくなるんだよね。そうだね、精神系で、うん、あまり良さげなのがないんで、ここでまあ取っちゃおうか。技術絶対ね余るんですけどね、ゆくゆくは。 OKOK。 これでまあ次デートでもしましょう。あれ、ボクシング行っちゃったけど、まあ悪くないか。それすれば4なんでね。 OK。 これはやりません。絶対ミスる気しかしないんでね。よーし、上がってきたぞ、バランスよく。95か。呼吸も96待機にしたいんですよね。90までしかいかんな。 OK、 基礎値が綺麗になってまいりました。成果、おー、技術入る。やっぱ技術余るよね。あと2回なんで、ちゃおう。カロリーバーもあるしね。で、ここで新電光石火か。ペース的には悪くないんじゃないか。よし。で、次練習美味しかったらカローバー使っていこうですね。お、セクさん1万超えました。2万点は難しくても、うん、1819は狙っていきたいね。まあ、それタック来るかにかかってるんですが、来ました。守備、いや、びっしょ、612、しかも怪我なし。なんじゃそりゃ、キモ。これキモいな。何これ、どんな並び。あー、すげえわ。びっしょの並び神。これ以外全部びっしょやん。
さすがに4ならもう変えちゃうか。もうボクシングでしょ。あーでもね、競泳怪我率マイナス 30% があるんだよね。競泳を変えるとカロリーバーを使わざるを得なくなるか。いや使っていいと思うけどね、うん、ここは取りどころだわ。 11% 怖えな。いやこれは俺チキルは使うわ。もうセク4だし、うん、よしよしよし。いやとてつもないな。 OK ドカーン、素晴らしい。でなるほど、ラグビーが待機してますと。一旦デートですね。96、ちょっと筋力ポイントが怖くなってきたのですが、まあパワー上限ないんでね、あまり焦らなくてもいいかなと思ってます。あと6個金メダルできるか。スキル2はいらん。なるほどなるほど。微妙だな。ラグビーは今行ってもそんなに美味しくない。体力結構ある。悩みますね。ウェイトリフティングも絶妙にパワーが足りてないんだよね。もう一丁デート行っとく、うん、せっかく来てるんだけどね、こういうのが。行っちゃおう。阿部人ってて下でいいかな。 OK、 ハイボールさっきこっちともらってたもんね。でどうだ、精神おいしいな。さすがボクシングタックといったところかな。踏んでいいかな。そう、今回国女もいるから、そのイベント用にもちょっと調整しておきたいんですよね。ミートは100待機で、今思い出したわ。危なよし成果。微妙なんですが、もう踏んでいくしかないんですよね。今10個か。で、バスケットボールが上がってないか。このバスケットボールをうまく使って金メダルを増やしていきたいっていうのは正直あるんですよね。普通にここ行きます。不思議に悪くない。代打ですか。パワーヒ取りたいけど筋力がな、取っちゃうけど。よし、はい、まさかの出番なし。最悪だよこれ、ワンチャンスタメン落ちするやん。やめてほしかった、それだけは。あ、オッケーオッケー。こういうのが欲しいけど技術はいらん。肩タックが一番欲しいね今。まあ、4になるんで踏んでいきましょう。回復も美味しい。さあこの後よ、来い。よし、肩、打撃来てるか。あ、オッケーオッケーオッケー。よし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 。技術どうしよう。技術が悪
化、技術が悪化ですね。これは4でしょ。筋力取れるね。でボクシング持ってこようか。精神ポイントも取っていこう。フェンシングも潰せるかな。いや無理だな、それは無理だな。よし、いやさすがにいくか。これはどこと変えようかな。まあ技術がいらないから体操競技と、そうだね、体操競技とボクシング変えましょう。 OK で、進むがキャッチャー丸持ってるんでキャマル取っておいて、チャンス取って打球伸びも取っちゃおうかな。多分取っ、ああ1個しか取れないか。200、250くらいさばけば OK ですね。さよなら守備職でいいかな。うん、ラッキーボーイかなんかの取っといて、これでいきます。よし、こう作れない。さあここでまた上げていきたいが、肩は微妙。あーこれ監督いくか。スタメン落ちはちょっと笑えないっすもんね。あれも来ちゃったな。7月2週に近づいちゃいましたね。できれば、99待機はね、時間上げがあるからしたくないんですけど、まあ、ちょっと考えよう。後で考えよう。うわ、全然足りないじゃん。やば。え、もう一回監督踏まなきゃダメじゃん。嘘でしょ。ああ、ここだな。うわースタメン落ちたー。これ怖えーな。フリート戦負けとかあるな。いやさすがに スタメン取るためにあそこはいけないな。うん、でいきます。ひどい練習試合スタメン落ちで、これこのあれかー、やられたわ。いきます。やべ、2打席回ってこないと経験って入んねえな、もったいな。さあ4タック来ましたよ。肩素晴らしい。うわ5にできる。ロマンある、ロマン砲がおるな。いやさすがにでもこっちだよな。もうだ、次来なかった時がやばいからね。テニスって潰してないか、潰してないか。これワンチャンさ、筋力テニス移動潰し上げみたいな動きができたらかなり強いんだよね。はい、ちょっと今確認してきたんですけども、テニスが銀メダル前まで上がってたので、ここはもうチェンジして、テニスチェンジで金メダルの数を稼いで、さらにこの5にした時にタック爆発させていきたいと思います。よし、それしかないでしょう。 OK ですね。よし、確認してよかった。でこの次ね、絶対にタック来てくれ。うん、できれば打撃か守備、精神が取れるタック期待していきましょう。さあ来いよ、絶対来いよ。コツ弱いけど、待って、すっかり国女のイベント忘れてたか俺。すっかり国女のイベント忘れてた。
や、ミートと総力を引けばいいんですよ。ミートと総力を引けば万事解決。引き当てろ。さあ来い、ミート来い。オッケー、それ来た。あとは守備、まあいいでしょう。オッケーオッケーオッケー、やっちゃったけど、よし、タック来た。オッケーオッケーオッケー、どこだ。打撃肩、打撃、あ、なんじゃそりゃ、爆発えんだけど、爆発えんだけど、このままじゃ精神ポイントがっていう感じだな。いやー、ちょっと待ってくれ。並びが良くないのか。圧倒的に経験点的に言ったらこっちなんだけど、まあここをボクシングと返さえすれば、それ、うん、なかなかの経験点入りますし、次も情熱レベル4の状態でいけるんで、まあバランス取ってそっちかな。印象はもうこんなにいらん。さすがにね。いろんなこと考えてもいらんね。よし。まあ、まず、1、2、3、4、5。まあ、陸上競技がいらんね。よし。ボクシングだな。内野安打王はちょっときつい気がします。 OK、 この精神333はだいぶ効いてる。で、技術どうしよう。技術が300くらい。加減あれかな、この辺取っていいか。四股外骨散もでかいな。連打も取っちゃおう。いぶし銀も取っちゃおう。海岸、海岸であれ欲しいね。高級室だ。これでいいか。パワー上げたかったですけどね。で、筋力も若干足りてないな。次、筋力敏捷ですね。稼ぎに行くとしたら。行こう。よし。次肩タック引けばいいのか。で、ここでね、スタメン落ちしてるからね、しんどいわ。いや、頑張れマジで、頼む、勝ってくれよ、俺にいいとこで回せ。お待たせ。オッケー、スタメン落ち乗り越えた。さあ、この次頼むよ、タック続け、来い。いやー、なぜなんだ。くー、まあ、この辺は取れるな。いや、まさかの筋力が足りないっていうね、ちょっと普段じゃない展開なんですが、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12 入れ替えが次残ってるから、今ラグビー行くっていうのもあれだけどな。こういう時にね、カロリーバーがね、うまく働いてくれっていうのもあるんですけど、一旦メンタルかな。アウトコースいらねえ。くそ、今タック惜しかったな。お、いい練習だね、ウェイトリフティング。オッケーオッケー、これロードもいいとこまで上がるんじゃない。8、パワー87でいいかな。
で92にしましょうか。よしよしよし、これで孤軍奮闘もゲットですね。でワンチャンこれ巻き込めたら内野安打王も見えてくる。おお来た、オッケーオッケーオッケー、あるよ、あと2回でしょ、来る日いらねえ。よし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 、あるぞあるぞあるぞ、印象も多分いらんから四股外と、いや待つか、順番的に、うん、なんか1個取ってもう1個取れればあるな。よし絶対勝つ。さあなんとか勝って入れ替えもあるからね。うわー、ここでタック来ねえか、なんでタック来ねえんだよ。筋力3人、なるほど、欲しいのは筋力だよな今は。いらんでしょ、あーラグビーか、ラグビー入れ替えで次フェンシングだったら今ここでフェンシング行った方がいいよな。ただ序列レベルが31になっちゃうんだよね、ここ行くと。ここ行けば3になって、まあ次のタックもワンチャン狙えると。いやー、むず。まあもう内野安打を決め打ちするなら、ここ行って、で次入れ替えで、ラグビーを入れキャラいっぱいのところに置いて、取るって感じになりますね。それでいっかな。そうだね、今14個だもんね。うん、確実にやるにはそれしかないね。仮にラグビーここ踏んで、で、まあ、タックを狙ったとしてもこのフェンシングを潰せるかどうかはちょっと未知数。うん、しかも走塁練習に行っちゃうってのもね、あれなんですよね。それで行くか、今回は甲子園は金徳を取りに行きたいと思います。よっ、あっ球軽めのコツも潰しとけばよかったっすね。まあもう無理なんで上げていきましょう。よっ、いきます。お待たせ。さあなんとか勝ちましてラストターンいきましょうか。はい、というわけでラグビーを巻き込んで、内野安打を取っていきたいと思いますので、まあ一番体力が減りそうで人がいる練習ってなると、まあ守備練習かなと思いますんで、守備練習と変えていきたいと思います。で前傾検定を取っていきましょう。でどれくらい入るか分かんないんで、ミート106、弾道4、うん、そうだな、あとはこの辺取って、上り竜が重たいな、まあ内野安打王も取れるんで敏捷も潰せるでしょう。 OK、 どれくらい入るかな、いっぱい入ってほしいな。さあ来い、80オールとかないかな、どうでしょう。お、90オール、いや悪くないね。何もあった、打球伸び、いいね。よし、そこそこ経験点は出たんじゃないかなとも思うんですが、いやまさかの筋力ポイントがきついっていうね、まあ、精神はいつもながらにきついんですけど。
一旦これでいきましょうか。よし。はい、OK です。まあ金徳全部取って海岸はきついかな。ワンチャン技術便賞200使って海岸はあると思うんですけど、どんくらいかな。経験点はそんな出てないかな。1万7000か。ちょっとね、何回か情熱レベル上げた時のタックスルーが効いたかなと思うんですけども、金徳全部取れたんで経験点以上に査定は伸びると思います。振っていきましょう。はい、今金徳全部取ったんですけども、経験点バランスがねこんな感じでめちゃくちゃなんで、ここで敏捷技術200使って海岸一発かましたいと思います。はい、これでまあ敏捷めっちゃ使う系か技術めっちゃ使う系の金徳を狙っていけたらいいかなと思ってますんで、よろしくお願いいたします。まあこれでいこうか。まあね盆栽サクセスですし、こういうところでね楽しんでいきたいと思います。スイープとか、なんだろうね、あのサインサッチの上のやつとか、まあ来てくれたらかなり熱いんじゃないかなと思っております。さあ海岸行きましょう。これはダメ、絶対ダメ死んじゃう。もう一丁行きましょう。来い。ああいいじゃん、さよならか、取れますね。まあ敏捷使うわけではなかったんですけど、まあ、確定していきましょうか。はい、で査定をささっと振っていきます。ちょっと査定低いですけどね、まあ取れるやつでよかったわ。よし、これでいきましょう。はい、こんな感じです。うん、まあ金徳全部取れて海岸も1回できたんで、どんくらいいくかな。 PG3 とか言ってくれたら、まあ、盆栽にしては頑張ったのではないでしょうか。いきましょう、 GO。さあどうだ。あ、3か。 OKOKOK。 まあそうだね、経験点をもうちょっと出せたらなっていう感じはしましたけども、まあ盆栽にしては十分頑張ったのかなと思っております。うん、もう随所でね、ここでタック来いっていうところでね来ないのが、まあ、アスレティス高校のね、まあ、闇な部分であり、まあ、面白い部分だと思いますんで、まあまあそうっすね。これは千丸だったら PG56 とか作れると思いますんで、まあ進む結構強かったっすね、使ってみましたけども。なんか来る情熱タックって言わないか、あのスライドストリーム練習がかなり強く感じましたんで、やっぱ打撃守備キャラってのはね、まあ、友沢もそうですけど、友沢大方か、うん、まあ、かなり強いなというふうに感じました。はい、まあ自分も持ってるんですけど、覚醒させるかはまあ、ちょっとね野球マスクの実装もあると思いますんで待ちたいと思います。という感じでね、今回のサクセスは終わりたいと思います。ぜひチャンネル登録と高評価お願いいたします。では失礼します。 See you。